こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンのカタログ作成について、まあ、どういう商品をカタログ作ればいいか、まあ、どの段階からカタログ作ればいいか、まあ、それについて説明します。まず、まあ、カタログ作り、結論から言うとね、えー、通常は、まあ、しばらくはカタログ作りません。例外的にはすでに自分が 売れれば儲かるる商品を持っている、まあ、この場合はね、その商品、商品探して通常一番大変なんで、その商品が売れるかどうか早急に試してね、売れたらもうその商品を売り続けるだけでいいわけですから、この場合はもう初めからカタログ作成を教えてカタログ作ります。ただそれ以外のケースは、もうカタログは後回し。それなぜかというとね、まあ、新規出品者が作ったカタログ売れにくいというのもあるんですけど、まあ、それより何より、 ま、サポートの方針としてね、え、できるだけ面倒なことは、え、後回しと、簡単にできることを、やってもらって、成功体験を積んでいくと。ね。で、ある程度成功した後、ね、言った通りやったら、うまくいってると売れてると、ね、補充もやってちょこちょこ儲かるようになったと。なってからだったら、多少面倒なことやってもね、すぐにうまくいかなくても、まあ、うまくいくまでできるんですけど、初めから面倒なことをやってね、 でうまくいかないと、もうすぐ嫌になっちゃうんで、まあ、これは人間の特性としてしょうがないですし、私のサポートをね、お金を払って受けてる以上は、まあ、そこそこ皆さん余裕があると。ねまあ、正直な話、アマゾン室で稼げなくても、まあ、どってことないと。稼げたらいいなと。ね、で稼いでまあ自由になりたいとかね、今の仕事辞めたいとか、もうちょっと贅沢したいとか、えー、安心したいといろんな理由はあるんですけど、 少なくとも、じゃあ稼げなかったら死ぬかって言われたらね、いや別にそんな困んないし、まあ、別に大丈夫という人がもうほとんど、ほぼほぼ、まあ8割9割なんで、だからね、えー、大変なことをやらせて、挫折しちゃったらもううまくいかなくなるというのは分かった上でサポートしてます。まあ、だからこそね、えー、再現率が高いというか、まあ初心者の方でも稼げるようになってもらってるんですけど、この 糸がね、えー、しっかり毎回というかしつこく言っとかないと、この意図を分からずにいろいろ自分から迷宮に突っ込んじゃう人がいるんでね、えー、折りに触れて言っておきまして、で、カタログ作成、迷宮に突っ込みやすいです。ねまあ、ちなみに、まあ、成功体験、まずはね、えー、オーストラリア銀行口座開設、ね、次に、えー、セラーアカウント開設、で、買い物した商品をね、FBA に納品して成功すると、で、売れる。 で、補充と関連商品探しをすると。で、この補充と関連商品探しになった後の段階でね、カタログを作るというのは、まあ、これはまあ、ありです。ね。面倒なカタログ作成しても売れないと。時間かかるので、カタログ作成は関連商品探しの段階から始めます。ここからです。いきなり、このね、初めに買い物した商品をカタログ作って納品したら、手間かかるわ、売れる可能性は低いわで、挫折する確率が上がっちゃいます。それとね、 ネガティブ情報のチェック、それから先回して税金のね、心配したりとか、まだいくらね、売れてもないから、いくら売れてどういう感触になるのか分かれうちから目標額をね、いきなりかっちり決めたりとか、えー、そういう、まあ、指示してない余計なことをすると、大体時間もかかるし、気持ちもないで挫折します。ですからね、えー、マニュアル会員の方であれば、メルマガで届いた内容、チャットワークサポートの会員さんであれば、 ね、チャットワークのやり取りで報告した後に私が指示した内容。個別サポートの会員さんでしたら、やはり同じように私が指示した内容。これだけに集中した方がいいです。ね、あの無料情報とかろくなもんないですし、まあ、心配して、ね、いろいろ調べてもね、えー、結局ぶっちゃけ、えー、言うとやってみないとか分わかんないです。調べても、ねあの海外、対海外だと,だと、ね、事前に調べてもほとんどのことは役に立たないです。 関税がどうだとか、税金がどうだとかね、この商品が NG だ、なんだっていうのは、実際やってみないとね、わかんないんで、だったら調べるだけ時間の無駄ですしね、心配事増えるだけなんで、まあ、指示したことだけをやっていただくのがスムーズに、早く結果が出る、ねで。そういった意味では、カタログ作り、ね、えー、カタログ作れば何しろ自分しかいない、ブルーオーシャンなんですけど、まあ、その代わり新規出品者ハンデというのがありますから、はじめのうちの出品者が作ったカタログ売れないと。 ルールとかいろいろね注意してカタログ作らないと売れないとで売れるカタログで相乗りして売った後にカタログ作るのといきなりカタログ作るのとねやっぱ全然難易度も違いますんでまずはね簡単にできるランキングがついてるカタログから FBA のライバルが少ないあるいは FBA の出品者がいないその消費を納品していくのがいいです。 最近日本人出品者も増えてきたおかげでね、えー、このカタログあるけど、ね、自己発送の人しかいない、FBA で載せりゃ簡単に売れるというカタログ見つかりやすくなりましたんで、カタログ作ってね、えー、それを売れる内容に仕上げて写真撮ってね、ねで時間かかって待ってとかやってるよりは、もう全然売れてるカタログ、ランキングありのカタログに乗っかっちゃったはるかに楽なんで。できるだけ 楽に、成果の出る方法にっていうのでサポートしてるんで、その意図を組んでいただいてね、えー、面倒なことはもう後回しという形でやっていただければと思います。まあ、逆に、すでに eBay とかヤフオクでね、いやいや、私、カタログ作り得意ですと、ね。何の国もなりません。まあ、その場合は、カタログ作りいきなり始めてもいいですけど、まあ、何しろ、やってて面倒くさいとかね、大変だなと思うことはもう後回しにしちゃった方がいいです。 簡単なことだけやってれば、成果が出るのがオーストラリアアマゾン輸出の特徴なんで、わざわざ好き好んでね、面倒なことはやらずに進めていった方がいいということでサポートしてますんで、まあ、何かその特殊なね、いやいや私、英語得意でね、あのカタログ作り苦になりませんとかね、えー、eBay とか h o o k でカタログ作ってますから全く問題ないですという場合はね、まあ、それを教えていただいてカタログ作り進んでもいいですけど、まあ、基本的には、 誰でも簡単にできるであろうということをね、優先して教えて、挫折しにくいようにサポートしてますんで、まあ、その意図を組んで、まあ、余計な寄り道をせず、えー、順調に成功体験を積み重ねていただければと思います。以上、アマゾンサンスポーター、堀秀夫でした。